ありがとうございました。これ全然ダメ。はあ、どちらかといえば濃い味だと思いますけど。薄いっつーの。だから前から言ってるでしょ、ドカちゃん、このうちで料理を出すならまずは大地家の味を覚えてもらわないとね。え、深夜さんはこっちの方が好きって言ってましたけど。本心じゃないね。なんでわかるんですか。親子だから。我が家もにぎやかになりましたね。でも母ちゃん、なんか嬉しそうだわ。俺たち喧嘩なんだっていつもいなかったかな。そういえば兄貴よく覚えてたわ。何が。タイムカプセルだよ。ああ、あんな聖司の顔忘れらんねえだろ。まあな。ただ今よりも10年後のこと考えようぜって藤代らしいよな。ん？10年後の自分への手紙は8歳にしてはなかなかいいアイデアだわ。それ考えたの俺じゃね。お前そこ覚えてねえのかよ。ねえ、ちょっとこれ食べてみて。うん。濃い味が酒に合うわ。言わせてもらいますけど、これ以上味を濃くしたら体に良くないですからね。爆笑。あんたの食欲の方がよっぽど体に良くないって、まさにドカ食い。はあ、あのね、ズミさん。ズミじゃなくてスーツミスを抜かすなって。私だってマドカですから、魔を抜かさないでもらえますか。ドカちゃんってちゃんをちゃんとつけてんじゃない。私だってズミさんってちゃんとさんつけてますから。さんつけたってね、ズミはズミなの。ああ、しょうもな。ちゃんつけたってドカはドカでしょうが。あ、ちょうどいい。うわ、うん、味薄い。この薄さちょうどいい。薄い。あー、ごめんなさい、今日はもうお店終わりなんですよ。お願いがあります。俺をこの店で雇ってもらえませんか。え？